皆さんこんにちは。東京青年会議所の林みどりです。 JC ニュースみどりチャンネルへようこそ。前回に引き続き現在活躍中の東京 JC のメンバーを紹介してまいります。本日のゲストは社団法人東京青年会議所理事、輝く東京の心特別委員会委員長、蓮池隆君です。どうぞ。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。蓮池さん、いつもオールバックが素敵ですね。ありがとうございます。休日は下ろされてるって伺ったんですが、はい、そうですか。そうですね、その時その時の、まあ、TPO を使い分けて、はい、子供と遊ぶ時とかは、まあ、下ろしていることもありますし、はい、まあ、でも大方大体この髪型で、はいはい、過ごしていることが多いかと思います。はい、ありがとうございます。プライベートな質問で恐縮なんですが、はい、蓮池さん、ご結婚は。はい、28の時にしまして、はい、今からもう9年ぐらい前に、はい、なるかと思います。そうですね。はい、JC独身女性には非常に悲しいお知らせとなりました。はい。続きまして、お父様も JC で副理事長をなさってたと伺ったんですが、はい、2代にわたっての JC 活動に思い出ございますか。はい、そうですね、思い出というわけではないんですが、はい、やはり父が、もう30数年前ですが、JC マンとして活動を、しておりまして、その時にやはり小さいながらフレンドシップ、その当時の事業でありますフレンドシップキャンプであるとか、わんぱく相撲の方に、参加させていただいて、でまたこの年30になってからこの JC に入らさせていただいて、その小さい時の参加した内容の意味というものを今、はい、まさに肌で感じさせていただいて、活動していく中で、あ、こういう貴重なことを体験させてもらってたんだなということは、今になって、父に感謝している部分はあるのかなと思いますけれども。はい、なるほど。幼少期から JC 活動に携わっていたというのはすごく素敵ですね。はい、ありがとうございます。そろそろ質問に移らさせていただきます。はい、はい、蓮池理事、今まで JC 活動なさっていて、はい、思い出に残っていることをぜひお聞かせいただきたいんですが。はい、そうですね、入会してもかなり 数年経つんですが、その中でいろいろ例会とかですね、事業とか、いろいろなものに参加はしてまいりました。その中で一つ、私がここ最近の中で印象に残っている、活動ということでお話をさせていただきますと、はい、昨年実は私、日本 JC の方に出向させていただきまして、はい、東京 JC からやはり同じように出向して日本の会頭を務めてました相沢弥一郎君 の、はい、セクレタリーグループの東京グループの東京チームの方の、責任者をさせていただいておりました。その中でいろいろアジア会議でありますとか、世界会議の方に参加させていただいてですね、やはりその日本人の、日本の JC マンだけではなくて世界中の JC マンとやはりいろいろな意見交換をしたりですね、その諸会議に参加させていただくことによって、同じ JC 活動をしていても、やはりその国が違えばいろいろな考え方があるんだなということを勉強させていただけたことが非常に私の中では、印象に残っているというか、今の今年やはりそれを東京 JC のメンバーにもぜひこういう違う世界各国の人、もしくは東京以外の他ログの人がこういう視点で JC 活動をしているんだよということが少しでも東京 JC に戻せればなというような思いは持って、活動しております。はい、わかりました。そうしましたら逆に、活動の中で非常につらかったなという出来事もぜひお聞かせいただきたいんですが。はい、そうですね、活動の中でつらかったというと、いろいろなシーンがあるかと思うんですけども、あまり遅い時間の JC 活動というのは正直苦になっております。仕事もかなりいつもやっている時は2時3時までやっていることもあるので、はい、JC 活動の中での2時3時というのは大した辛い思い出というわけではないんですが、はい、やはりその JC 活動でやはりその自分が伝えたいことを東京 JC の団体という団体の中で所属させていただいて運動を発信するということはやはりきちんとその部分を伝えなくちゃいけないという部分を考えておりますので、はい、そういう部分の中で、家族とか友達との時間が取れないという部分が少し残念だなという部分ではありますかね。なるほど、修練ですね。そうですね。では続いての質問に移りたいと思います。
今現在蓮池理事が、携わっている事業についてを、お話しいただきたいんですが、ありがとうございます。実は今月ですね、我々輝く東京の心特別委員会で、和の心温故知新というタイトルで、例会を主催させていただきます。皆さんも見ていただいている方もいらっしゃるかと思いますが、こちらがそのチラシになります。その中で、その温故知新という中で、本来新という部分は新しいという部分が正式な四文字熟語になるんですが、今回我々はそこを心というふうに置き換えて、古きを訪ねて心を知るというようなことでですね、ぜひ日本人が昔ながらに大切にしてきた思いやりでありますとか、慈しみの心、そして道徳心から学ぶ、やはり日本人であることの、やはりその心の在り方というものをぜひこの例会で伝えられればなというふうに考えております。その中で、今回講師といたしましてですね、基調講演で、野村万作先生をお呼びさせていただいております。まずはその野村万作先生の中で、やはりその日本の伝統芸能であります狂言の世界の中から、やはり今まで自分がこの、もう80いくつになられる方なんですけども、いろいろな、やはり小さい頃からこの伝統文化を継承していく中で、やはり伝統芸能を引き継ぐだけではなくて、やはり心の成熟の仕方という部分も、どういう形で自分はやはり人間国宝という形になるまでなってきたのかという部分のお話をですね、お話しいただきたいなと思っております。そしてその後のパネルディスカッションでは、山科、農学士の山科氏、そして、江戸しぐさの講師として酒井氏、そしてサッカー協会の、金田氏というお三方から、いろいろな分野のお話をいただいてですね、やはりその後輩の育成指導、今の子どもへの育成指導でどういうことを気をつけられているかという部分をお話しいただこうかというふうに考えております。そして最後にですね、実物の伝統芸能であります能を皆さんに見ていただいてですね、一つのまず例会の、完成形を作り上げていきたいなというふうに考えております。なるほど、日本の伝統に触れれるすごく素敵な例会なんですね。はい、そのように考えております。私も先日伊勢修養団のに参加してまいりまして、まさに和の心に、触れてきたという、今もその和の心に非常に強く惹かれている状況です。なので、次の例会本当に楽しみです。頑張ってください。ぜひいらしてください。ぜひ参ります。最後にですね、蓮池理事の1年間の活動内容について教えてください。先ほど申し上げました、その今月の例会ですね、和の心温故知新ということで、まず例会の、我々の活動のスタートを切らさせていただく形を考えております。でその中で、あと我々が1年間の中で伝えていきたいという部分はですね、まず3月にその例会を行わさせていただいて、そして、集大成として活動を半年間させていただく中で、その集大成として10月に、全体事業という部分を、今、企画させていただいております。その中で、何を伝えていくかという部分なんですが、やはりその日本人というのは、昔からやはりその心のある人種であるということを世界各国の人からも言われていたかと思うんですけども、やはりその辺の部分が最近希薄になってきているのではないかということも、実は日本の社会の中で言われてきているかと思います。やはりそういう部分を取り戻すべく、やはりさまざまな対象を考えておるんですが、やはりまだいろいろな色がついていない、まずは小学生にその日本人の心が、こういうものなんだよということを教えられるツールとして、東京しぐさという、去年東京デザインが事業としてやられた部分を今年も活用させていただいて、教え広めていきたいなという部分が一つとですね、あとはもう少し我々の青年経済人の予備軍であります大学生とか20代の若い社会人を対象に、やはり同じようなこの和のしぐさ、そして全体事業に向かっていくゴールの中で、やはりそういう心の形成ができるような何か勉強会や何か広める何か会を考えられればというような中で、最終的にその10月の全体事業で、それを最終的に半年間の活動の中をしてきたものを見返すというような場で、皆さんの中でそれが公表できるような形が取れればなというように考えております。なるほど、輝く東京の心特別委員会、非常に楽しみな1年間ですね。
今日のゲストは水系高志理事でした。本当にありがとうございました。とんでもないです。こちらこそありがとうございました。和の心和